ほら、これがね、エヴァンゲリオンですよ。エヴァンゲリオンのやつね、最初これエヴァンゲリオンじゃねえんじゃねえかと思ってね、あの誰か書いた偽物じゃねえかと思ったんですよ。ところが、これをよくよく調べましたら、エヴァンゲリオンがありましてね、で、ちょっとこう、安くね、仕入れることができましたので、まあ、それをこうね、まあ、そういう値段ではしてしまうかと思うんですが、まあ、そういうとこ、まあ、できるだけ安く提供しようかなと思うんですけども、これを仕入れて、前に仕入れてきたので、売ってみようかなと思って。これ、年季があるらしいんだよね、後で調べたらね。これエヴァのね、ものでね、結構の人気があるみたいでね。で、これも人気のほら、シーンの一つというか、そういったのがね、あって、なかなかいいですよね、こういったね。ポルシェがね、こう、まあ、廃車になったポルシェがあって、で、その上にこうね、綾波レイともう一人姉ちゃんがいたんでね。で、それが、こう乗っているということでね。で、こう、シンジ君ともう一人このキャラもいるんだけど、まあ、その、一緒にいるということでね。最近あれだよね、シンジ君とかね、エヴァンゲリオンの人たちがね、あれだよね。最近シンカリオンってのがいるでしょ。シンカリオン。あれがね、作ってる人が確か同じ人だったんじゃない？同じアニメ会社の人だったんじゃない？で、それで、なんかシンカリオンっていうロボットのね、新幹線がロボットになるって、ああいうのを作ったんだって。で、それで、やった時に、その共演でね、このシンジ君が、まあ、シンカリオンの主人公の早杉隼人君ね、小学校5年生ぐらいの発達障害なら、早杉隼人君に、共演したの。会いに行ったんだよ。で、早杉隼人君の方は、その、ある電車に乗ってやってきたら、時空を超えて、まあ言ってみればちょっと時代がちょっと古めの時代に来たのね。で、古い時代に来て、で、早杉隼人君は新幹線バカって言われるぐらいだから、すぐ察知してわかるのよ。で、電車見た時に、あれおかしくねみたいな。新幹線がやけに古いな、みたいな。今の時代で新幹線に合わない新幹線なんだけど、つって。で、東京っていうのを見たら、あれ現在の東京と違うと。20年前のなんか東京じゃねえかって。で、早杉隼人くんからしたら10歳か11歳ぐらいだから、まだ自分が生まれてもない、この、それこそ時代の世界なんだよね。で、そこで逆に言えばそれの時代に行くってことは、その時代に逆に新鮮さを持ってたわけ。で、そしたら、その、まあ、早杉隼人くんの夢というものの一つの中で共演したわけね。で、そして、その最終的に、まあ、現実の世界に戻って、早杉隼人君が戻っていった時に、まあ、別にそれは世界は君が体験したことは夢の世界ではないんだと。現実に君は夢の世界の中でも現実に過去の時代に行ってきたんだよということをね、こう本人はこうそういうふうな、まあ、世界だったわけよ。だから、まあ、そういうわけでね、早杉隼人君と、まあ、この新次君は共演した。ね。で、隼人君ありがとうって、新次君に言いましたからね。で、そのね、まあ、なかなか、そういうわけでね、意外とシンカリオンとエヴァンゲリオンとつながってんね。だから背景なんか、よう似てんでしょ、ね、エヴァンゲリオンの世界観と、シンカリオンの世界観が。よく似てんなと思ったら、同じね、アニメ制作会社っていうのが関わってるっていうね。だから、それで、こうね、出てるんですよね。でも、まあ、なかなかね、これね、いいなっていうね、思うもんですね。こうやってエヴァンゲリオンも人気がありますからね、シンカリオンの方もね、人気があるみたいだから、あれもね、そのうちこういうパズルみたいなのが出てくるんじゃないかなと思ってね。私はシンカリオンのシャショットは欲しいなと思うんだけどね。あのロボットいつか手に入れてやろうと思うんだけどさ。ね。まあ、いつか稼ぐ、ね、もっともっとこう稼ぐようになったらね、シャショット買いたいな、みたいな。というか、今すぐ買えるじゃねえかよっていうツッコミがあるんだけどね。今すぐ買おうと思えば買えるんだけどさ。ちょっと他にね、欲しいものがあったり仕入れたりものがあるからさ。だからね、まあ、社長とくんはいつか必ず、買いますよ。ね。だけど、まあ、なかなかね、こうね、いいなっていうね、感じでね、こういう、
アニメ系っていうのがね、なかなか素敵でいいなって思うのね、そうですね。というわけでどうもありがとうございました。